い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ですね、今日はロールキャベツを作ります。ハンバーグのミンチの具材にキャベツ巻く、そして茹でるだけなんですけども、作ったことないんですよ。前ね、このハンバーグ作って硬かったのがあったんですよ。あれ多分焼いたから硬くなったんかなっていう自分の認識なんですよ。だから茹でたらどうなんかなってちょっと思ってきて、で茹でたら硬くなるけど焦げることはないかなと自分の中で思ってるんです。なので、今日の晩ご飯にちょうどね、子供らも食べれるぐらいの感じで作っていこうと思ってますんで、もちろんね、高野豆腐パウダーも入れて作りますんでね、やっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあキッチンに移動します。はい、今からロールキャベツを作っていきますね。まずキャベツから処理していきましょう。キャベツの芯は薄くそぎ落とす。洗ったキャベツをそのままジップロックに入れる。ほうほう。キャベツどっから使うの。とりあえずやっていきます。これ、あ、そうか、これでむずいやん、キャベツ、あれすんの、むくん。初めてのもんでね。ああ。全然むけねえ。あ、むけた。1,2,3,4。薄くそぐね、ここね。きっとここでしょう。そぎまーす。はい。はい、1枚目。こんな作業をするんですね、ほんとに。そぐんのむず、こうだな。あっ、よし、2枚目、2枚目、4枚目、5枚目と、よし、切りました。んなら、これを洗います。洗いましょう。洗ったやつを、ジップロックに入れます。はい、洗いましたんで次これをジップロックに入れます。入るんかな、無理やり入れます。クックパッドにはユーロって書いてあるからね、入れますよ。入れてチンするって書いてますね。しんなりするんでしょうね、これでね。そう、破れた。どこの分からへんけど一緒に入れちゃえ。蓋できへんねんけど、いける？あかん？ちょっと蓋できへんねんけど、ちょっと空いてるぐらいでもええか。よし、これでレンジで600ワット2分加熱後、白、ジップロックに入れたまま粗熱を取る。その間にしんなりします。加熱の時、キャベツの大きさや刃の厚みによっても違うので、様子を見ながら加熱してください。はい、わかりました。じゃあ600ワット加熱します。はい、2分待ちましょう。その間に、種を作っていきます。ハンバーグの部分を作っていきましょう。というか、その前にホワイト豆腐パウダーも作らなきませんわ。ですね、ハンバーグの中身、ハンバーグの中身じゃないわ、ロールキャベツの中身を作る前に、高野豆腐パウダーも作らないとダメなんで、そちらも作っていきます。高野豆腐、椎茸、かつおだし、これと、ジンジャーね、これをフードプロセッサーで粉々にしていきます。の前にまず高野豆腐を麺棒で
砕きます。前ね、失敗してぐちゃぐちゃになったんでね、ある程度砕いたらもう入れますよね。よし、わ、気づかんうちにいっぱいこぼれてるやんかい。やだ、こっちは洗うね、臭いじゃん。あ、よし、早い早い、よし、入った、よし、いけ、あれへんやん、ねえ、あれや、入れすぎた？また少しずつやっていきましょう。全然学習してへんやん。暴れる、この暴れるくんやな。よし、じゃあこのままスライス椎茸、干し椎茸を入れていきます。あ、めっちゃこぼれた。やったこと、よし、いけ、よし、そして、生姜を入れていきます。知ってました？この生姜とかね、そのここの味塩とかあるじゃないですか。ここのね、裏ね、ギザギザなってるでしょ。ギザギザの部分同士をこうこすり合わせるとめっちゃ出てくるんですよ。こう振るよりも、振動させる方がめっちゃ出てくるんです。皆さんもぜひやってみてください。これを置いといて、次はね、カツオだしですね。うん、ピーピーなってる。スプーン2杯混ぜます。高野豆腐パウダーのね、レシピといいますか、これの作り方はね、それは以前の動画で説明してますんでね、分量とかもね、まずはそれも貼っておきますね、リンク下にね、リンク下じゃないわ、概要欄に貼っておきますね。よし、これできました。粉々でございます。これを移します。移してね、使いやすいようにタッパーに入れてましょう。これですね、これがハンバーグの種に入れるやつになります。んで、キャベツね、キャベツをちょっと見てみましょう。キャベツ、なんかキャベツ柔らかなってますけど、なんかもうちょっとなんか柔らかくしてみましょう。もう一回600ワットで2分入れてみます。その間に、種を作りましょう。玉ねぎを切ります。種を作るのに玉ねぎも入れるんでね、玉ねぎ切っていきます。ちゃうな、これでほんまでいい。はい、オッケー。で、みじん切りにした玉ねぎと、
ひき肉、卵をボウルに入れて塩コショウをして混ぜる。塩コショウはしません。粘り気が出るまで、混ぜると。よし、いただきます。よい、入れました。あ、卵。卵はね、1つです。で、ひき肉は 500g です。で、玉ねぎは1玉です。で、これを混ぜます。の前に小屋の蓋を入れましょう。これを、まあ、スプーン4杯、今日は1、2、3、スプーン山盛り4杯入れます。パン、ご飯にしようかな、まあ、パン粉とかのね、代わりになればいいかなと思ってますね。6杯入れます。よし、これを混ぜます。初めて混ぜます。いけてんか知らんけど、これで卵混ざるんかな。てか冷た、こんな気持ちになるんですね。あ、狭い、手袋したんや。玉ねぎでか、こんな、こんな大きくていいんですかね。まあ初めてなんでね、初めてなんで。よし、これをサイズ感出していかならな。よし、そうしてる間にキャベツがしなしななりました。蓋を開けて粗熱を取ります。これをお皿に、お皿、まな板でいいか、まな板、大きいまな板ね。いや違う、まな板は、肉なので、キャベツはお皿、お皿に出して、熱っ、よし、熱っ、お、しなしな、すげえ、茹でんでええやん、茹でんでええわな、そりゃな。よし、このまま、1、2、3、4、5枚あるんで、5個作っていきます。どれぐらい、どれぐらいやろ、まあとりあえず5個、まあね、ざっくりこの見た感じの大きさに包まれやすいようにすればいいですね。大きさね、1、2、いや、こんな丸かったらあかんやろな。ちょっと俵型にしやな。こんな感じに仕上がりましたね。これね、これを巻いていきます。あ、爪楊枝、さあ巻いていきますよ。上手に巻けるかな。え、できた、すげえ、あ、こんなん、こんなん、あ、こんなん、こんなん、こんなん、止まるんかな、ちゃんと止まってくれるんかな。よし、完成、やばれた。まあいっか、まあいいとしよう。キャベツ強いんかな。2個目、あ、なんかでかい、1、2、3、もう一個だ。4個目、4個目、5個目、4個目、5個目、できました。一応それなりにできましたよ。で、これを、鍋に入れますよね。巻き終わりを下にして鍋に入れる。じゃん、こんな感じですね。いけてんちゃん、結構ね。水、コンソメを入れ、で、落とし蓋をして弱めの中火で20分。弱めの中火って何やねん、弱めか中火かどっちやねん。
中火で20分ですね。よし、水を入れましょう。水を入れます。コンソメがありました。コンソメを入れます。落とし蓋をして20分待ちます。さあ、なりました。お皿でね、取っていきましょう。さあ、いけてるかな。ああ、いい匂い。いい匂いする。さあ。ロールキャベツ。これ問題がですね、中に火が通ってるかですよ、ちゃんとね。まあ、20分やったからいけてるっしょと思ってるんですけども、さあ割ってみましょう。よし、さあいけてるでしょうか。つまようじを取ってまだあった。あ、崩れた。なんかいけてそうですよね、これ。割ってみましょう。お、いけてる。いけてます。これ早速食べてみます。熱いんでね、夫婦しながら食べます。あれがめっちゃ多い。玉ねぎが。いただきます。うん、普通にロールキャベツ美味しいです。うん、ハンバーグを蒸した感じですね。茹でた感じですね。これは美味しいですよ。個人的には高野豆腐パウダーが入ってない方が好きかなって感じです。やっぱ高野豆腐パウダーが入ってる分、若干歯ごたえとか柔らかさがねないんですよね。粉っぽさとか全然ないんですけど。キャベツも食べてみますね。キャベツうんま。高野豆腐パウダーの出汁とかコンソメの出汁がキャベツに、染み渡っててすごい美味しいです。キャベツが中身よりもキャベツの方が美味しいですねと僕は思います。これはおいしかったです。まあ今日の反省点としましてはですね、玉ねぎが大きすぎたという感じですね。もうちょっと普通のハンバーグとか、ロールキャベツってうちの奥さんが作るのはそうなんですけども、キャベツじゃないか、玉ねぎがですね、もうちょっと小さいです。はい、うちのお母さんが作っても玉ねぎもうちょっと小さいです。ちょっと横着しすぎましたね。まあ慣れないもんなんて初めてなんでね。前の高野豆腐ハンバーグは、玉ねぎ入れてなかったんですが、今回は初めて入れてみたということでちょっと多めに見てください。次作るときはね、ちゃんと細かい玉ねぎを使いますんで、みじん切りするんでね、頑張っていきます。今日はごちそうさまでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。